エクステリア、かなりいいです。輸入車に負けない個性がようやく確立されてきたように感じます。新しい個性は賛否両論あって当然。インテリア、かなり満足です。こちらも海外勢に対抗できるものに仕上がっており、完成度の高さが感じられます。エンジン性能、このサイズでこの力強さは十分かと。走行性能、 BMW の X3 とも乗り比べましたが引けを取らない印象です。乗り心地、 F スポーツは固めと言われてますがちょうど良いと思います。日本車の良さを残しつつ海外勢を意識したという印象。燃費、このサイズでは十分だと思います。高速で時速80キロくらいで走行すればリッター15キロまで伸びました。下道でも気をつけて乗れば12キロくらいまでは出ました。価格、妥当だと思います。オプションをつけると割高感が増えるかもしれません。総評、日本車もここまで来たかと思うくらい全体の完成度がかなり高いです。輸入車よりよっぽど良い。特別昔からあのメーカーの車に乗りたいというのがないのであれば、同じクラスの SUV では間違いなく一番いいと思います。 NX を始めてみた時にもおっと思わされましたが、それをさらにブラッシュアップさせてできたのが RX という印象で、発表の日に試乗しすぐに注文しました。買ってよかったです。アトマークレビンソンのスピーカーがすごすぎます。圧縮した音源データではそこまでわからないですが、ライブブルーレイを流した時は圧巻です。前列のシートヒーターがオートなのもびっくりしました。